久しぶりだな、クルーが。それに肺の構造、面白い場所で再会したもんだぜ。お茶会などであればなお良かったのですけど。あんただとすぐ分かったよ。存在自体と一体化した力、今ならその化け物ぶりが一層分かる。へえ、そういうお前さんはなんか妙なことになってやがるな。鬼の力、1年半前よりいい感じで混じってるじゃねえか。鬼神を呼ばれるのは様子を見た方が良いかと。下手をすれば彼をその気にさせてしまいます。ええ、重々承知です。高魔城の時も絡まれそうでしたから。おいおい、人のことを戦闘狂みたいに言うなよ。バルターや戦機の小娘よりはわきまえてるつもりだからな。どっちもどっちだと思うけど。灰のお兄さんは改めまして、執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラさ。沼地で現れた少年か。幻獣を出現させるだけじゃなく、この場所にも現れるとは。視察団の方々を狙うつもりか。実験のついでにちょっと挨拶に来ただけさ。お望みならこのタワーを丸焼きにすることもできるけど。彼がね。って人任せかよ。実験、ハーメルでも言ってたな。クルーガー、怖い顔しないでおくれよ。4年ぶりじゃないか。あって、シャロンって呼ぶんだっけ。どちらでもお好きなように。4年前あなたからの要請でサラ様を足止めした時以来ですね。そうそう、リベールでの復員計画、あれの一環で帝国のギルドを爆破して牽制カシウスをおびき寄せたんだけど、最年少の永久だった市電には足止めを食らってもらったんだよね。里帰りしていたノーザンブリアでさ。その結果ギルドの立て直しで牽制のリベールへの帰国も延期。見事教授の復員計画は第一段階をクリアしたってわけさ。レーベのやつから聞いたな。そんなことが。ええ、所詮私はその程度のもの。ラインフォルト家に害がなければ古巣の悪事を手伝うような下道です。ですがこのタワーにはイリーナ会長や他の方々がいます。あだなすつもりならば視線としてあなた方の前に立ちふさがりましょう。シャロさん変わったね君も。木馬団から結社入りしたばかりの頃とは大違いだ。12年くらい前だったか。笑顔もサービスできない出来損ないの小娘でしたが、あの時軍門に下された借、少しはお返しいたしましょう。何が目的かは知らないが、俺も同様に守るべき人々がいる。届かせてもらうぞ、強援に同化し。いいだろう。僕の出番はなさそうなんだけど。いた！追いつけたか。来るな、正真正銘の化け物だぞ。結社の執行者って、子供まで。そちらは知りませんが、あちらの彼は最悪ですね。どっちも生かした面構えじゃねえか。ええ、尋常ではなさそうですね。アッシャにミューゼまで。そっちはクロウサギだったか。
せっかくだから僕が相手をさせてもらおうかな。やらせるか。おいおい小僧、よそ見してる余裕あんのか。一旦任せましょう。彼の戦闘力は私程度です。ですがこちらの彼は気を抜けば死あるのみですわ。七組総員、ミューゼにアッシュも二方向での迎撃行動を開始する。適宜オーダーも出す。死力を尽くして生き延びろ。はい、承知。了解しました。お任せよ。言われるまでもね。盛り上がってきたね。そんじゃちっとは楽しませてもらうぜ。お手並み拝見といこうかな。行くぞ、突撃陣烈火。よし、私の番です。行きますね。はっ、はっ、行くわよ。スマッシュ、チャンス、追撃します。行くぞ。スイッチ、崩れた。さてと、私の番です。やあ、そこです。いただけ。行きますね。えい。これで決める。やあ。ちょっと。よし。終わりだ。崩れた。速攻で消す。さてと、そこです。いただけ。いきます。トランスフォーム、シンクロ完了。ゴー、アルカリスギア、よーいドン。ブルーノク展開、照射、とどめです。なかなか楽しい子たちじゃない。だったらちょっと本気を出させてもらおうかな。よし、そうね。さて、どこまで見せてくれる？それ！お任せください。行くぞ、突撃陣烈火。私の番ですわ。行きますわよ。
せる。マイミノフ、早く。それはい、せっ、無理、行くぞ。あ、崩れた。速攻ですわ。まあこんなもん。視線の未来、とくとご覧を。はっ、うん、ですがもう逃げられませんわ。ヒギ、しばく走行。無理、影響しず我が太刀はせえ。ご褒美だ。いいもん見せてやる。ほら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 。さて、こいつの仕上げだ。ジリオンハザード。邪道だが強い。なんとか隙を作れれば。なかなか楽しめたかな。あの小娘がここまで成長するとはな。思わず本気を出しそうになっちまったが、お前が本気を出さねえならそれはそれで面白くねえ話だ。狂っちまえよ小僧、一緒に月に吠えるとしようぜ。彼を本気にさせるわけにはいかない。だがこのままでは。そうはさせないわ。現実の炎、そんなところでしょうか。へえ、鋭いじゃない。あ、エマさんの。喋りやがった。深淵の身内どもか。ああ、せっかく綺麗にライトアップしたのにさ。リン、無事だったか。マキアス、アリサにエマたちも助かった。シャロン。申し訳ありません、腹腔を取ってしまいました。これ以上するつもりなら私がお相手します。魔女クロチルダが妹弟子にして赤のローゼリアの養い子、トールズ旧7組出身エマ・ミルスティンが。深淵に届く魔力か。帝国のヘクセンブリード、確かに大した一族みたいだね。内戦の時よりもそそらせてくれるじゃねえか。面白え。せっかくだからこのまま第2ラウンドでも。そこまでだ、結社の諸君。殿下、
先輩たちも。ランディ先輩。来やがったか。間に合ったか。大丈夫？リン君にみんなも。すまねえ、人形どもを片付けてたら遅くなった。道化師か、ずいぶんと久しぶりじゃねえか。刀身の息子か。妹さんとは結構仲良くさせてもらってるよ。ああ、千鬼の小娘の兄貴か。兄貴じゃねえっての。マキアス君、アリサ君、エマ君たちもお疲れだった。おなじみの道化師君に火炎魔人殿だったか。そういうあんたは宝刀王子だったか。ただの皇族のくせに妙な魔力を感じるじゃねえか。イニシエのアルノールの血かな。そしてそちらが噂のルーク・オブ・ジェイド殿か。そちらの呼び名で呼ばれるのは新鮮だが、このタワーは現在私の管理下にある。礼儀はわきまえてもらおうか。見くらう蛇の諸君。ゾクゾクしてくるな。でもそろそろ時間切れかな。あんたとは一度やり合ってみたかったが、目当ての連中は釣れなかったし、あくまで今日は前挨拶だ。それじゃあ今宵はお付き合いくださり。待ちたまえ。せっかくだ、手土産の一つくらい置いていってもらおうじゃないか。情報という名のね。へえ。何が聞きたいのかな。言うまでもない。目当ての連中というのは何者だ。そしてどうしてこの地に来ている深淵の魔女殿がそこにいない。確かにクロチルダさんが来てるなら。このような状況で出てこない方ではありませんわね。姉さんの気配は確かにこの地にあります。それなのにこの場所に姿を見せないということは、もしかして結社とたもとを分かったんじゃないの。大正解。いや、使徒たちの間で方針の違いが出ちゃってさ、6対1で彼女の主張が退けられちゃったんだよね。そして深淵は出奔、現在行方知れずってわけだ。一応補足を頼まれたが、めんどくさいったらありゃしねえ。やっぱり。何やってんのよあの女は。エマ、それだけじゃないだろう。目当ての連中、それ以外にもいるという表現だ。サザーラントでは何者かの手先の西風の旅団が潜んでいた。だが現在情報局と TMP によって両兵関係者はクロスベル周辺から徹底的に締め出されている。ならば一体何者だい。そして幻獣や今回のような騒ぎ、その相手との対決を通じて何の実験をしようとしている。なるほど。さすがは宝刀王子。落ちぶれたとはいえなかなか冴えてるじゃねえか。影。まさか。アルティナ、エマにセリーヌも。了解です。はい、分かった。
これは独立時に共和国軍を壊滅状態にしやがった。新規 IO ベータ2、新たに作られた後継機ってわけさ。ま、司法の力がねえから中途半端にしか動かせねえけどな。もう少ししたらいろいろと楽しませてやれると思うぜ。別に視察や演習を邪魔するつもりはないけどね。それじゃ今夜はこれで。ふざけないでよ。ユーナさん、黙って聞いてればペラペラと。クロスベルで、私たちのクロスベルに来て勝手なことばかりして、結社だの帝国人が寄ってたかって、挙句にそんなデカブツまで持ち出して、絶対に絶対に許さないんだから。ユーナ、有望。威勢のいいお嬢さんだな。クロスベル出身みたいだけど、どう許さないっていうのさ。お仲間に頼らないで一人で立ち向かうつもりかい？お望みなら一人でもやってやるわよ。それにクロスベル出身は私だけじゃない、特務支援課だっているんだから。潜伏しているロイドさんに、アリオスさん、インさん、ノエル先輩にダドリーさん、セルゲイ課長にサイド君だって、エリー先輩にティオ先輩、ここにいるランディ先輩だって、あんたたちみたいにふざけた連中、支援課が絶対放っておかないんだから。ユーナ、ユーナさん、特務支援課か。確かに手ごわい相手だけど、そちらの総督閣下の指示で拘束されてなかったらの話かな。え？まさかミシュラム方面の動きって。ミシュラムに入れないのでなく、ミシュラムから出さないための封鎖。支援課の関係者全員をミシュラム方面に拘束したのか。拘束しているわけではありませんが、ミシュラム一帯を鳥かごに見立てて、バニングス手配犯とゼロの巫女、風の牽制や陰を閉じ込めた。ノエル少尉やセルゲイ課長など支援課に属していた軍系関係者にもミシュラムでの待機任務につかせている。そうだな、ミハイル少佐。ええ、マクダイル議長やお孫さんも例外ではありません。なんてこと。どうしてなんでそんな。決まってるじゃない、彼らに勝手に動かれて事件を解決されないためだよ。特務支援課なんていう過去の英雄、帝国の統治の邪魔でしかないからね。かといって下手な罪状で捉えたら市民感情の悪化を招く。だから生かさず殺さず徐々にフェードアウトしてもらおうと総督閣下は考えてらっしゃるのさ。本当なら彼らごときいつでも始末できるのにね。ま、さすがに悪趣味だとは思うがな。風の牽制ってのは一度やり合ってみたかったんだが。ユーナさん大丈夫か？
兄様、皆さん、兄様、ご無事ですか？みんな、放たれた人形兵器も全て制圧できたか？今度こそ幕引きかな。あれはじゃあな、クルーガー、灰の小僧どもに宝刀王子も。実験が成功した暁にはもう一度だけ挨拶に伺おうかな。今宵はお付き合いいただき誠にありがとうございました。私たち夢でも見ているの？さて、当面の脅威は去ったが、これは帝国の英雄に一働きしてもらう局面となったかな。君はどうして？ユーナさん。ユーナ。ねえ、どうして私たちの誇りまで奪おうとするの？自治州を占領して、勝手に共和国と戦争して、あんな列車砲まで持ち込んで、私たちの光を、たった一つの希望を返して、私たちのクロスベルを、あの自由で誰もが夢を持てた街を返してよ。報酬が出ているぞ。うん、ご苦労だった。そんじゃ、お約束のもんを持ってきたぜ。あれが政府からの要請書か。リーさんとバリマールをこの一年動かしてきた。たちが悪いわね。
朝早くにご苦労様です。ミシュラムの封鎖はいいんですか？ああ、結構大変なんだよな。バニングスともは湿地帯に追いやって、軍系の関係者には待機任務で缶詰、マクダイル議長と孫娘にはどうでもいい要人への応対とかな。隙を見せたら突破されそうだが、クレアならまあ抑えられんだろう。くそな、あの優しい人にそんなことをさせているのか、あんたたちは。グダグダ言ってる暇はないんじゃないか。とっととお約束やっちまうとしようぜ。ええ、依存はありません。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、帝国政府のオーダーを伝える。結社の狙いを見極め、クロスベルの地の混乱を回復せよ。その要請引き受けました。当然私たちも手伝わせてもらうわ。ええ、姉さんの動きを確かめる必要もありますし。監察員の許可ももらった。どうか助け立ちさせてくれ。アリサちゃん、エマちゃんに、マキアス君も。ありがとう。遠慮なく力を貸してもらう。ミハイル少佐、問題はありませんね。勝手にするがいい。オルランド注意、君の同行は許可できない。まあそこはさすがに認められない一線だよな。ランディさん、あなたから支援課の話をいろいろと聞けてよかったです。正直役者不足かもしれませんが、あなたたちの代役、俺たち7組が務めさせてもらいます。リンくん、みんなも。生徒たちは任せてくれ。通信だったらティオスケも最大限協力してくれるはずだ。だから頼む、俺たちの代わりにどうか事件を解決してくれ。頼まれました。やれやれ、煽るまでもなかったか。ま、こっちはこっちで共和国対策もあるんでな。せいぜい頑張ってくれよ。だが今回君たちの動向を止めるつもりはない。前に約束しただろ。だがこのままユーナを放っておいてもいいのか。それはとても放っておけません。演習先が決まった時からずっと無理をしてたんだろう。市内に家族もいることだし、一時帰宅を進めてもいいんだが、だがこんな時だからこそ彼女自身に気づいてほしいんだ。第二分校生として、クロスベルを愛する人間として、今何をすべきなのかを。そしてできれば三人揃って追いかけてきてほしい。僕自身迷いもありますが、了解しました。ああ、頼んだ。それとできれば伝言を頼みたいんだが。
新7組か。いいクラスじゃないか。そうね。迷い、悩んで、それでも前に進んで。それが未来の自分を形作っていくんですよね。あんたたちも大概迷いまくってたもんね。
ちょうだい。任せてくれ。私の番ですね。よし、行くか。始めましょう。はっ、僕の番だな。そこだ。なるものか。我が求める命、今こそ権限せよ。祖は剣道、我らを守る唯一の盾。祖は流霊、今国を照らす無二の鏡。照らせパレス・オブ・エレリア。行くぞ。せん。へ。や。僕の番だな。はっ。崩れた。続きます。任せてちょうだい。そこ。
任せてくれ。そこだ、ここだ。さあ一気に型をつけるぞ。了解しました。任せて。行くぞ。くずれた。ありがとう。助かる。チャージする。ありがとうございます。僕の番だな。そこだ。マイハッ。よし、これで大丈夫。私の番ね。僕の番だな。行きます。
俺の番だな。あ、はっ、行くぞ。はっ、聞いてなるものか。させるか。行くぞ。突撃陣烈火、任せてちょうだい。チャンスよ。キャリ前は行きます。そこです。任せてくれ。はちょうだい。そこ俺の番だな。せい、僕の番だな。そこだ、行くぞ。はっ、今だ。もらった。迷宮沈む。とっておきを見せてあげるわ。気高き光よ、我が元に集え。クライナさん、ジブリールアロー。己の罪を悔いなさい。そこまでだ。強制観察を開始する。これでとどめだ。ジャスティス・バレット。問題ない、先に進もう。よし。